です。はい、じゃあ1枚もらいます。さあ、試合が始まりました。先行が川島大地選手。後攻が平野から入れてるのかなり大きい。はい。ネオラン飛びからスタートしてるんですね。これが少し苦しいかもしれないですけど、使いたい場面で皆さんでサポート持っていきたいところなんですが、手札からベンチに出さないと使うことができませんので、一旦このネオラン飛び下げるところからプレーが始まるのかなといったところです。はい。川島大地選手はポップが投げています。ということは、ピジョット EX を採用。はい、そうですね。ちょっとっています。いや、なかなかちょっと苦しいスタートにはなりましたが、平田選手。はい。ここからどう展開していくのかもしれない。巻き返せるかというところではありますが、川島選手は中島選手とドラムシアを2匹ベンチに出しますね。はい。かなり好調なスタートと。まあ、ここから2進化なので2回進化をさせなければいけないという状況でお願いします。非常にエクスも採用されているので、ありがとうございます。ここは学習装置をドラメチになります。はい、学習装置。お、学習装置。はい、技のために記録したときにエネルギーをつけることができますので、これで例えばエネルギー決められて動けないよっていうのを防ごうというね、これも見られます。さあ、先行1回の番が終わりまして、平田優也選手の番に移ります。はい。さあ、後攻という形になりました。ネオランド B が前に出ている。さあ、ここから相手はドラメシアを2匹ベンチに置くことができています。いや、ちょっとペースを遅らせたくないので、できるだけ展開をしていきたいですが、どうでしょうか。ドラメシアの姿がありませんでしたが、ドラメシアとネイティを採用。平田選手はネイティを使っていますので、ネイティを使っていくのかなと思います。ありがとうございます。特性は圧縮センスで手札から超エネルギーをベンチににつけて、山本2枚引くという特性を持っていまして、これでエネルギーを加速しつつ手札も補充していくという非常に素晴らしいゲームになっています。はい。まあどちらを相棒に置くかというところがドラバルと EX 結構軸になってくると思うんですけども、ネイティをかそれともピジョット EX かというところで見事なミラーとなっています。ちょっと型が違う2つの対戦なので非常に見ものだと思います。そうですね。かなりベストボールを絡めつつ場が展開されていきましたので。はい。ドローンチまで特性が強いんですよね。1個進化すると、HP90 の1進化とドローンチになりまして、偵察指令で山札を上から2枚見て、1枚どちらか1枚選んで手札に、残りのカード山札の下にというね、これがね、非常に手札が強いですね。転換させながらというところで、かなり強力なカードとなっております。ペパ使います。さあ、川島大地選手、先行2回の番です。ペパを使ってグッズ、ポケモンの道具1枚ずつ持ってくることができます。さあ、どうでしょう。ビジェット EX などに早めに進化させていくことによって、動きも実現しやすいですし、この番からバルバルと EX になって、ファントムダイブを使っていきますと、ネイティの HP って50なんで、このファントムダイブのダメカン方向を割くことで、まずサイド先行できるというところも強いので、少し先行というのは優位に働くかどうか。お、エボリューションですね。これは進化させるかもしれないですね。かなりもあります。はい。個々の HP が60なので、ファントムダイブに倒れやすいといったところ。このポップの HP50 じゃなくて60になったのがやはりこのダメカンの脅威を使ってます。あとこの番はドラメシアにこのエネルギーをつけていますので、そこにエネルギーをつけることはできないですね。いや、そうですね、今エボリューションを使いたかったんですが、そうですね、今言葉にもありましたけどね、なかなかこの緊張感というところが、プレイングにも影響が出るところではあります。さあ、しかしその緊張感に打ち勝ってほしい。いや、ちょっとね、ほどのエネルギーっていうのが、どれぐらい今使用してるかわかんないんですけど、多分大事にしたいところで、手にあったからつけたい。ただ、ある意味で、非常に進化できていますので、このビジョンが取られなければ、ビジョンと EX にも進化させやすいといったところで。ビジョンまで逃げてドラメシアになります。エボリューション入ります。さあ、これでエボリューションまでは宣言ができました。ドラメシアを展開できていたので、これでそのドラメシアを取られても、しっかりと展開もできそうですが、さあ、ドラメシアに選択します。ビジョット EX を立てることによって安定感を増しています。この間、ドラメシアにも慣れて、ドローンチにも慣れていますので、これでドラバルと EX というのが分からないこともできます。そしてビジョット EX もベンチに出ています。少しね、プレイを間違えたというような発言もありましたが、かなりリカバリーがうまくいっているかなと思います。ハイパーボールが強かったですね。はい。先行2回目の番でまだドラバルと EX には進化することができていませんが、それでもビジョット EX はベンチで置くことができています。さあ、ここ2回目の番です。ドローンチの偵察2枚引いて1枚手札、そして1枚が山札の下です。早い段階でネイティを進化させておくことが結構重要かなと思いますね。HP50 のネイティをいつまでも間に残しておきたくないのかなといったところです。ネイティをになるとアカシックセンス、この超エネルギーの加速をすることができます。さあ、この場のサポートペッパーを使っています。どうでしょう、デボリューションなどもやはり強いですよね。ダメカを乗せた後に退化させて一気に倒してしまう、動きを止めてしまうというのもね、非常に強力なスタイルとなっております。ドラパルと EX の相棒としても、この輝く風鈴というのはよく使われているところでありますけど、サイドに落ちている状況なので、そこはどう影響に出てくるかというところで。そうですね。少しこのペインスプーンでダメカを動かすというのが、ドラパルと EX の輝く風鈴に採用している方だとそういう勝ち方もあるんですが、今は一旦お休みといったところで、北田選手も山札を見ていないことを確認しているので、一旦盤面をネイティとドロンチで、ドロンチとラメシアで埋めているといったところになっております。ここは第一のツアーも4種類で、第一のツアーを使っていきます。第一のツアーでエネルギー持ってこられるのは結構偉いですね。これは超炎ですね、と持ってきております。ネイティになれるとさらにレフトも伸びていきますし、エネルギーも加速できますので、一旦川島選手が今、ちょっと動きがね、遅れてもないのかな、なんともそのエネルギー1個分、ここにつけようというところをずれていますので、その隙をつけるかどうかといったところ、どうですかね、勝負の分かれ目、先行を取るかどうかはやはり、どちらが先にドラバルと EX 進化できるかというところですかね。ボイドクイーン石を対応にしましたね、ネイティが来て、ここから手札がどう伸びていくかですね。さあ、赤木選手、超エネルギーをつけます、そして2枚引くことができます。ここで超エネルギーが容易につけることができて、このエネルギーサードは間に合わせられれば、ドラバルと EX のバンドブダイブは使うことができます。ただ、ドラメシアのみで3位進化できたのが、なので、一旦これで川島選手がこの番から、ドローンチをドラメシア EX に、ドラバルと EX に出すことができますので、攻めの番は変わらず川島選手からといったところでしょうか。さあ、ハサチを先に使います。ただ、このポッポが1回ピジョンを挟んでるというのがかなり強くて、デボリューションを使われても、ダメかどうか持ってる状態では倒れないというのが、まずポイントなのかなと思っています。さあ、先行3回目の番で、ようやくドラバルと EX 出てくるか。ランジャーを手札に干渉します。どちらもまだ最後は6枚ということで6枚ずつ。偵察指令、さらにカードを引いていきます。先行を取る川島大地選手が先に仕掛けていくか。さあ、どうでしょう。何を手札に加えるかというところも非常に大事なプレーだったのかもしれません。調校がありました。不思議な雨。来ました。さあドラファルト EX が来た。さあソード参上、そしてエネルギーも溜まりました。ファントドライブ。これで1回ネオラントゲーム突破できますし、ダメから6個をどこに乗せるかなんですけど、マネーティーを倒すこともできます。ドラメシアに3点ずつお願いします。ドラメシアに3点ずつ。一旦サイドを2枚進めて、そして後のファントドライブのダメカンなども進めて、ドロンチ、ドラファルト EX になってもちゃんと倒しやすいようにダメカンを分散させたというところでしょうか。はい。先手を取ったのは川島大選手。ドラファルト EX その相棒ファントドライブ。まずはサイド2枚取りました。さあ逆に高校3回は平田優也選手。先手を取られた後へ、お、いいですね。第1の器でまたエネルギーを補充してきます。はい、エネルギーは間に合いそうで、この場合ちょっとドラファルト EX を出したいところではありますよね。すでに川島選手が勝てていますので、攻撃に転じていきたいところ。はい、偵察資料を使います。まあ、ただドラファルト EX は HP でいうと320ありますから、そこにどう届かせるかというところが、このミラーとなると重要になってくるかもしれません。はい、ファントナイブ200ですからね、そこの計算上がどうなってくるかと。そこなので、課題不利なので、ダメージをずらしながら届かせていくわけなんですが。アカシックセンスで超エネルギーがベンチのドラメシアについていますね。はい。ドロンチになって偵察地でも使っていける。このドロンチをつなげていくもかなり強力です。はい。今はドロンチ2匹分、そしてネイティオのアカシックセンスを使っているといった状態ですね。サポートとエネルギーはまだ使っていません。ただ進化できるのは前のドロンチ。はい。ドラファルト EX に進化の余地を残しているのがバトルバのドロンチです。さあ一旦ネストボールを使ってはいますが、ここはどうでしょうか。はい。持ってこないといった対策をされています。不思議な雨。さあドラファルト EX ベンチに現れました。どちらもドラファルト EX が。自分の場に出てきました。熱いタイミングになってきましたね。たくたくと場が完成していっています。さあここで先行先手を取っているのが川島大選手。はい。後から出してきたのが平田優選手。ペッパーでカウンターキャッチャーを食らいましたね今。はい。こうなってくると後ろのベンチ場のポケモンに対するダメージも含めての考え方などね。そうですね。考えないといけないですよね。やはりこう平田選手はドラファルト EX の数が限られていますので、この限られたアタックをうまく使って川島選手をもちろんアタックを倒していったりだとか、そうですね。テンポを取り戻していきたいところだと思います。さあカウンターキャッチャーでドロンチ前。これで一旦警察指令ができたりとか、あとはドラファルト EX につながりやすいところを倒していくといったところ。してないです。だからしてないです。してないですね。お願いします。はい。いる限りはしてなかったようにも見えますが、確定していただきます。はい。このエネルギーの方がやはり大事かなといったところで、この6個。ドラメシアに3点。残りの3個をEX に乗っています。これでファントムダイブでまずは1枚取ります。どちらもファントムダイブを起動。ダメージの計算まで入れながら総合的に考えなければいけない。このファントムダイブの6点というのはビジョット EX、さらにはドラメシアにつきました。YouTube のコメントでもあったんですけれども、ダメカンを3個ドラメシアに乗せておくと、次のファントムダイブで6個乗せることで、ドロンチになられても倒せるといった強みがあると。はい、そこも見ての3個ドラメシアなのかもしれません。おお、なるほど。どうでしょう、これはアンフェアスタンプが使われていきましたけど、使うことができるエースペックのカードで、自分が手札を5枚、そして相手手札2枚といったところで、この手札干渉がどう作用してくるか、かなり見ものではあります。平田選手の時はネイティオはエネルギーをつけることによって手札を伸ばしていきましたので、この場合でエネルギーにつながらなかったりとか、あとはこの程度指令2回分でサポートなどにつながれないと少し苦しいのかなといったところですね。はい、やはりエースペックのカードいろんなカードの採用あると思うんですけれども、アンフェアさんと今いいところで決まったかなと。アンフェアさんの採用多くなってますよね。ピショット EX 採用しているので、欲しいタイミングでピショット EX が入ればアンフェアさんと持っていって使うことができるというのもこの出来の強みかなと思います。さあ2枚というのが多くのしかかるか。そしてまだベンチにはドラファルト EX もいる。ありがとうございます。基本このエネルギーはドロンチを呼んで。ここでドロンチを倒し、残りの6個をドロンチに乗っけると、相手の場からドラファルト EX のみになるので、偵察手が使えないんですね。なるほど。それ強いですよ。ドロンチ、バトルバトルベンチ、2枚狙撃していきました。強いですね。これはドラファルト EX1 匹になっていきますので、また平野選手はドラメシアから出し直しといったところ、そして、アンフェアさんと手札が2枚になって、今、山田から引いた1枚と合わせて解決できるかどうか。さあ、ドロンチが2匹倒れました。いや、かなり強いですよ。今のファントムダイブかなり効いたと思います。もう少し例を使えたのも大きいですね。ここからまた進化させなければいけないというところ、かなりプレイングの幅というのが狭まってしまうような。そんなファントムダイブでした。ここぞというタイミングでのアンフェアスタンプ、そしてコスの指令と、なんでもでしたね。畳みかけがすごかったですね。さあ、そして今、山札を引いた3枚で、平田優也選手。さあ、ここに1回、1に5個、そして1個はドロンチに乗せています。デボリューションも含めた動きを狙っているということでしょうか。手札の干渉を受けたので、ファントムダイブを起動するのみということになりました。川島選手はこの今、ダメージを受けているドラファルト EX を下げて、また新しいドラファルト EX を立てて攻撃するといったところでも。あの HP を増やした状態で戦っていく平田選手がかなり苦しくなっていくと思いますので、これ、今、ドロンチ、ドラメシアの数の差といったところがこの勝負をかけになるかもしれません。さあ、偵察試合で手札も、このドロンチがいれば手札を増やすこともできたんですが、そうですね、そこをちゃんとケアして、ドロンチを枯らしていくという、そして2匹目のドラファルト EX、これでもう盤石ですね、ドラファルト EX、ベンチの方に学習装置ついていますので、ドロンチが倒されても、ドラファルト EX が倒されても、このエネルギーを継承することができるといった状態になっています。この出来によって、このエネルギーというのは重要な意味を持ちますから、そこは継承できるというのは非常に大きいですね。平田選手はダメカンを散らしているので、デボリューションを制限したいところ、5、1と分けています。これで5個乗っていると、デボリューションでネイティを倒すことができますね。いいです、アカシックセンス、ここからつながっていけると。どうでしょう、対決なるは2枚引けましたが、打開策があるか。さあ、ファンコハンドライブ。まずはドラパルと EX1 匹を倒していきました。サイド差としては3枚と2枚2枚と2枚です。さあ、ここでファントムライブを返されて川島選手、見事な勝利を収めていきました。ドラパルと EX の宮田大輝、制したのはビドット EX を採用していました。ドラパルと EX 川島大輝選手でした。見事な勝利を収めました。おめでとうございます。いや、強かったですね。先手を取って常に先を行っていた川島選手、見事な勝利を収めました。川島選手の勝利ということになりました。